皆さんこんばんは。水曜日の22時45分になりました。ここからは木村良介がお届けする番組ほろ酔いタイムズのお時間です。この番組はパーソナリティ木村が顔越えにゆかりのあるお酒やおつまみをいただきながら話すトーク番組です。15分ほどの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。はい、本日はですね、11月の9日でございます。今日はね、冒頭この話 しようかなと思いますけれども、7月の最初にですね、この、お借りしているスタジオでつけた梅酒、まあ、10月にね、一回様子を見に来ようかなと思ったんですけれども、ちょっとなかなかスタジオにこう、事情がございましてですね、ざっと1ヶ月ぐらい放置してることになってしまったんですが、まあ、前回見た時はね、梅がもう沈んでてね、そろそろ取り出す頃かななんて思ってたんですけれども、まあ、現状はこんな感じですって言っても、ラジオなんでね、映像見えないんで、後でツイッターであげますけれども、まあ、梅は完全に沈み切っていて、で、あれだね、かなり梅がシワになっております。まあ、これはもうそろそろ逆に取り出さないと濁りが出てきちゃうような気がしますんでね、はい、この後ですね、取り出して、しばらくまた熟成させて年末ぐらいには、飲みたいなと思っております。ということで、年末にきっとやってくると思います梅酒会、もうしばらくお待ちください。それでは今日もスタートです。フリートークとお酒のコーナー。はい、改めましてこんばんは。番組パーソナリティの木村良介です。はい、では早速ですね、今回のお酒の紹介に参りましょう。夜もね、だいぶ冷えるようになってきたので、あったかいお酒に行こうかなと思いまして、まあ、ちょうどね、タイミングよく見かけたお酒がございました。こちらを用意しております。愛知県名古屋市にある酒蔵万丈醸造さん、言いにくいな、万丈醸造さんの日本酒です。鴨せび徳平寺一月の間に、まあ、そんな名前のお酒でございます。この九平寺ってね、名前は聞いたことある方もいるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、それなりにね、品揃えのいいお店、酒屋さんには置いてあるかなというイメージですね。でもあれだよね、あんまし居酒屋で出してるのってそんな見かけないなというイメージでございます。こちらはですね、山田錦を、使用した精米歩合 50% の純米大吟醸でございます。そしてね、このお酒のちょっと特徴的なところがございまして、缶にして飲んでくれというコンセプトのお酒のようです。まあ、そもそもね、この4号瓶の上のところにね、缶っていう文字がね、ラベルがドンと貼ってあるんですね。これが気に入りました。ということで、今回はこの日本酒を缶にして飲もうかなと思っております。でこれね、表面に純米吟醸って書いてあるんですけどね、裏面は実は純米大吟醸と書いてありますね。まあ精米歩合 50% なんでね、純米大吟醸名乗ってもいいんで、まあ問題ないんですけども、缶酒、温度帯がね、いくつかあるんですけれども、まあ、どのくらい温めればいいのかななんて思って、いろいろ試そうかなと思います。で今回はですね、さっきちょっとがっつり温めたんですけど、温めたっていうか熱すぎてですね、なかなかやべえぐらいになってるんですけれども、熱感飛び切り感まではいかない、熱感50度ぐらいになってます。なので、これがどんな味わいになるかちょっと楽しみでございます。まあ、でもね、純米大吟醸っていうと基本的には冷まして冷たくして飲むものが多いんですけれども、今回のこの九平寺の缶にしたらどんな味わいになるかなということで、ちょっと熱くてね、なかなか入れづらかったんで、もう先に用意してますけれども、こちらじゃあいただいていこうかなと思います。いただきます。乾杯。いいね、熱燗の日本酒。香りはそんなに立たない、まあ熱くしたからかな。でも熱くすると香り立つんですけどね、そこまで濃くないです。すごいでも甘めの香りがするのと、お酒の方も口にするとね、本当甘い米の甘みっていうのかな、それがとても口に広がります。で、なんだ、
温めるとどうしても出てくる日本酒のきつさっていうのはあまりないですね。甘めのお酒だとでもキレはいい、これ。うん。あとはそうだね、飲んだ後にやってくる程よい酸味、これちょうどいいな。でもこの酸味はね、冷たくしてほしいな、と思ってしまいました。まあ、せっかくなんでね、今ちょうど缶のお酒を飲んだんですけれども、まあ、やや冷えている感じの、常温がございますので、こちらの方も合わせていってみましょう。まだ少し冷えてるかな、ちょっとね、常温の方も飲んで比較してみたいななんて思います。じゃあ常温の方いただきますね。うん、これはね、もうこっちの方が、断然飲みやすいんですけど、まあ、すごいさっぱりしてるよね。だから常温でも全然いけると思います。酸味と甘みのバランスが、非常にちょうどいいな。缶とは違ってね、だから冷えてるからかな、甘みが若干抑えられるような感じです。うん、まあ、これ好みはちょっとね分かれるかな。でもどっち飲んでもいけるぞこれ。はい、これは難しいな。あったかい方もう一回いくね。ちょっとね、だから冷たい方を飲んだ後にあったかい方をいくと、パンチが出てきます。そりゃそうだ、あったかいのと冷たいもの交互に言ってんだもんな。鼻に抜けるね、酒の香りがすごく立ちますね。甘みに慣れてくると、いい感じの酸味が、効いてくるんでね、これあれだね、少しぬるくなってきた、ぬる感、人肌感ぐらいでいくと甘みと酸味のバランス、だから冷たくするとね、甘みがだんだん消えてくるんで、このややぬるめのお酒、このぐらいがちょうどいいのではないのかなというところですね。うまい。それしか出てこねえわ。はい、そして今日のおつまみございます。こちらを用意しております。これもね、たまたまなのよ、ほんと。クヘイジを用意しようと思って、それに合うつまみ何がないかなと探したんですね。したらさ、ここ来る、収録のスタジオ来るところ、まあ大宮駅なんだけど、たまたまですよ、たまたま、ヤバトンってご存知ですかね、とんかつ、味噌だれのとんかつなんですけれども、あれがね、少し前から出店してて、食べてえなぁなんて思ってたんですけど、あれそもそもヤバトンって名古屋じゃなかったっけと思いまして、そうだよ、クヘイジとヤバトンのとんかつで名古屋コラボできるじゃんと思って、ヤバトンで、今これはね、なんだっけな、串カツ買ってきました。ということでこちらをいただいていこうかなと思います。なんか思いのほか時間がねえけど頑張るぞ。はい、串揚げですね、串カツ、これはなんだっけ、ロースカツだったかな。それにヤバトン独特ね、あれですよね、味噌だれ、これをちょっとかけます。いや、これお店で行くとね、すげえダバダバかけるんよ。うん、まあそれがいいんですけれども、味噌だれ、うん、すごいソースなんだけど、もう半液体です。じゃあこれに浸った、ね、串カツいただきましょう。いただきます。うまい。そこに追いかけるようにクヘイジの缶をいきましょう。うまいな。ちょっと濃いめの味付けのね、味噌だれにすっきり系のクヘイジ、純米大吟醸ですからね、合いますね。うん、まあでもな、缶と冷やとどっちがいいかっつったら、これは冷やかもしんないな。うん
はい、皆様はいかがでしょうか。思いのほか時間が過ぎるのが早かったので、ここいらで曲をお送りしたいと思います。長渕剛、キープオンファイティング。さて、そろそろお別れのお時間です。ほろ酔いタイムズでは皆様からのお便りを募集しています。番組へのお便りは番組ツイッターのダイレクトメールや番組メールアドレスのほろ酔い.times@gmail.com まで送りください。ツイッターのハッシュタグほろ酔いタイムズでも受け付けております。タイムズはアルファベットで TIMES もしくはタイムズ、カタカナでタイムズとしてください。おすすめのお酒や食べ物、普通のお便りなんかも大歓迎です。川越にゆかりのあるもの、そうでないものでも構いません。すみません、最近川越にゆかりのあるものを紹介した記憶がないんですけれども、はい、まあね、紹介したいお酒があったらぜひぜひ、番組までご応募ください。そして本日紹介したお酒とおつまみですね、この後番組ツイッターの方にも掲載いたしますので、皆様リツイート等よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回の放送いかがでしたでしょうか。まあたまたまと言いますかね、飲みたいお酒と、食べたいつまみが合致して今回、名古屋縛りみたいな感じになりましたけれども、なかなか美味しいお酒でございました。そう、このラベルにね書いてあるんですけど、勘という字、まあ、このお酒がね、一月の間にっていうお酒なんですけど、熱燗の燗という字、実はですね、皮変と、間という字と、あと間のね、日になってる部分がですね、実は月なんですね。ということで、実は一月の間にというのは燗という意味があったようです。これはフリートークのところに差し込もうと思ったんですけど、時間がなかったです。はい。はい、本当に時間なくなってまいりましたんでね、今週もありがとうございました。ということで今週はここまでです。お相手は木村良介でした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。